今日の修羅場。この番組はアナウンサー、タレント、営業マン、それぞれの肩書きをはみ出してお送りするスーパーウルトラリアルアクション修羅場フィクションバラエティです。モルトと自家製フルーツカクテル、松葉、トータルインテリア、ココン、弁護士法人鹿児島中央法律事務所の提供でお送りします。自家製フルーツカクテルと世界の名酒であなたをお待ちしています。スタイリッシュな空間でゆったりとしたひとときを、鹿児島市東千石町松バー。詳しくはホームページで。入居率を上げたい、家賃収入を増やしたい、ココンはビル・マンションのオーナー様の悩みにお答えします。建物の価値を上げる斬新なアイデアとアプローチ、ココンに相談、ココンで検索。リノベーションリフォームのココン。鹿児島中央法律事務所は県内4つの事務所において、すべての分野のご相談をお受けしています。総勢5名の弁護士が迅速かつ丁寧に対応。ご相談は無料、お気軽にご相談ください。鹿児島県弁護士会所属、代表熊谷浩二。二人の永遠の愛を誓いますか？君を一生愛してる。私も。それでは誓いの指輪を交換してください。モカちゃん、タクミさん。あれから20年。ういー、ただいまんます。おかえりマキトカゲ。まさかの自己完結。ふー、あんた、さてはまたメガハイボール飲んだんでしょう。おっしゃる通り、第3回チンチロ最弱王決定戦優勝、奇数連発、倍額倍量。どうも、めなしの銀次です。もういいから早く風呂入ってきてよ。いやー、ただいまただいま。もう怒るなって。もうこっちもね、もう仕事の飲み会でも大変だったんだから。もう分かった分かった。もうほら、うるさいからジャケット貸して、ネクタイも。はいはいはい、ありがとうありがとう。え、待って待って、なんで結婚指輪外してんの？結婚して20年、喧嘩もしたけど、どんな時もつけてくれてたじゃん。え、なんで外してんの？あ、いや、これはその、あの、最低。あ、違うんだこれは。やめ、痛い、痛いよ。あ、ごめん。あ、痛い。あ、さあ、始まりましたザ・修羅場。こんばんは、山積もかです。小野小太郎です。刈谷匠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ザ・修羅場。この番組は恋人、会社、友人などの様々な修羅場を取り上げて解決策を見出していく番組です。さあ、今回の修羅場は、結婚指輪を外しているのを嫁にバレたでした。はい、これはね、その旦那さん奥さん関わらずあるあるだと思いますよ、うん、ね。結構身の回りで見るもん。あ、嘘。うん、私見たことなかったんだよね。あ、そのつけてないっていう状況。じゃあつけてないっていう状況ってか、これはあの、私の両親の話になるんだけど、お、はい、私の両親はしてないのよ、結婚指輪。あ、普段から。うん、おろおろ、まあ、仕事柄っていうのもあるし、あ、あのしてないわけよ、うんうんうん、だから結婚指輪って毎日してるんだっていう考えになりました。いや、ちょっともうすごすぎてそのえ、そうなの？そう、それ常識よね。常識よ。あ、そうなんだ。でも、その業種によってね、つけないっていう人も結構いて、うん、そうそう、だから、うんうん、まあ、そういうのはあるかもね。いや、これ思いついたのも、うん、まあ、まあ、これ使えるかあれですけど、その某センター長ですね、我らが某センター長が言ってたんですよ言ってたの。普段何年もずっとつけてたと、うん、で、ある日外して、もうあの、亡くなったと、うん、今もうこのシャシャのどっかに落ちてるって言ってました本当になくなったの？本当になくなったらしい本当になくした。そうそうそう、
それを聞いてああそんなのもあるんだっていうことでそうなんだ。やっぱりでもじゃあ指輪って気にするもんなんだね。気にするやろね。指輪一つでこういうなんていうんだろう修羅場になるんだね。ありますね。逆パターンもあるだろうし、しかなんなら指輪以外でもあるかなと思ったのよ。はい。なんか自分の場合は待ち受け画面だったんですよね。結構前に、まあ、その付き合ってた時に、その待ち受け画面を彼女と一緒に写ってるやつにしないといけなかったんですよ。あ、何それ。指定のものがあったんですよ ね、 なるほどね。それに設定させられたんですけども、まあ、とある日その女の子とまあ行くじゃないですか、まあ、ある程度ね、いや行くじゃないですか。行った時にやっぱりそれ彼女と待ち受け使ってたらね、やっぱりなんかね、可能性があんまり低くなるじゃないですか。そうだよね、それはちょっと違うなと思って、何を可能性求めてもうなんか飼ってる犬みたいな、ね、飼えたんですよ。あ、ちょっともう 120% ぐらい可能性上げに来てる、ね、なんか犬の話でさ、ね、盛り上げようとか、まあまあまあ、まあ、そう当たり障りないやつしてて、で戻すのを忘れて彼女と会って、うん、もうバレて、うわ、でなんでその飼えてたのみたいな、いっぱいそっから芋づる式にバレて何してきたんや芋づる式。ちゃんとバレた、ちゃんとバレて、もう余罪が次々から次々と出てきて、っていうね、やっぱその指輪みたいな、そのなんかこう約束してるものをこう変えてるっていうのはちょっと危ないなっていう兆候ありますよね。いやもうでもスマホの画面のその話でいくと、僕の前に付き合ってた彼女の話なんですけれども、うまかったね、そういう意味では。嘘。あのね、携帯の今スマートフォンの待ち受けって、あのいくつも設定して、あだよ、ね、あの何種類かパターンを選べるのね。そう、あのワンタッチでスライドでどん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 違うのに切り替えられるの。あ、そうだ。からこの人と会うときはこの待ち受けで、僕のにしてたとかにしてた、いやしろって言ってないよこっちは、でもまあそういう時期があったの、でもなんかその急遽会うことになった日とか、なんか違うので、長押しするとね確認できるんです、あそうなの、はい、してたの確認、一回確認してみた。やだ、なんだよ、何人の携帯見るの。いやいや、それで結局だって、あのめちゃくちゃに浮気してたんだからいいじゃん。いやまあそうだけどさ、それを気づいてうまいこと言ったやもんな。そうそうそう、それはいいやん。もう芋づる式にバレた、芋づる式に出てきたバラしたバラした、余罪が次々と、次々と出てきたここじゃ言えないような余罪しかないんだから本当に。いやここ以前あの人生相談っていうラジオ番組あるじゃないですか、もうもう、その中で人の携帯を見て浮気がバレましたみたいな、あの自分のお父さんの携帯見て浮気がバレましたって、どうしたらいいか分かんなくなりましたっていう相談があったわけよ、そしたらそれはあなたが携帯を見るのが悪いって言ってて、そう、なんかそれはそれでなんかかわいそうだなって思ったんだけど、まあ人の携帯を見るのはプライバシーの侵害だからダメらしい。愛まともなこと言うな。いやいや、まともかこれ昭和のまともじゃないまあ分からんけど、ね、厳密に言ったらそうなんだろうけどね、まあまあね、でも見ちゃうよね。そう、でもなんかその子はあのこうチラッと見た時に通知が来たと、うわ、でそれがあのハートマークがついてたから、はい、浮気なんだって思いましたって言ってて、そんなさチラッと見るぐらいだったらさ別にいいやん。いやそうだよ、だって見えちゃうこともあるんだから、そうそう、でも意図的に見てるわけじゃないからさ、なるほどね、って思ったっていう話をちょっとごめんなさい、どうしても言いたかった、そう、どうしても言いたかった。本当に本当に、まあ、指輪の話に元に戻すとさ、ね、あの指輪をつける外すだのそんなの、あの僕はですね、もしこうやって詰められたら、もう指輪は外すよ、なんでどういうこと、外すよ、あもう開き直るっていうね、俺だったら、だって毎日もう家族のために皿洗いとかもしてるし、汚れちゃうし、なんで指輪つけないといけないの。そもそもさ、心の指輪はめてますやん、またそっちやんどんなマインドで来ようとする、ま、形じゃないもの探そうや浜田翔吾も星の指輪言ってるよって、いや連れてきた、なんか俺だけじゃない浜田翔吾も言ってるよ、仲間連れてきた、もうやだで心の指輪はめてるやん、私多分絶対小野くんと結婚できないもうこういうのやだこの喋り方になったらね、全部ギリギリ名言になってない、そう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 、ギリ普通のことなの毎回これ言われるとちょっと多分結婚した時にさ生活嫌だよね、あの結婚生活で毎回これ言われるんだと思うと嫌です、今のうちにね皆さん心のなんちゃらみたいな ね結構出てくる超トークやもん、うん、嫌ですね、まあ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 僕もちょっと考えましたけどね、まあ本当にね、なんかジャブみたいなやつは思いつくんですよ、なんか解決策として、おなんか、まあ、今日ちょっと気圧の関係でなんか指むくんでるわみたいなね、やっちゃ取れないやん、うん、そこで取れてそっからがみたいな、あとちょうど今日お
昼13時頃かな、ちょっと急遽金属アレルギーになってみたいなね、まあ、こういうジャブみたいなやつはなんか思いつくんですけど、革新的なやつがやっぱ出ないんですよ。全部がちゃんと言い訳になっちゃってるよね。そうそうそう、だからやっぱりこれはもう謝るべきことなんだなと思って、うん、で嫁にはやっぱ嘘ついちゃいかんというふうに思いました、はい、だから正直に謝った方がいい、うん、嫁には絶対にバレる、うん、だからもうすまんかったと、もう実は隠れて合コンに行ってた、そこでモテたかったから一時的に独身やらせていただきました、ごめんもうしないっていう、もう正直に言おう、全部言うんだ、全部言う、あらもうせん、ごめん嫁にはこれでいきたいと思います、すごい。でもそうやってささらけ出した時にさ、うん、奥さんがさ、もしさ、いやいや、じゃあそんだけ言ってくれたから私も言うわ、私もこの間合コン行きましたって言われたらさ、どんな感じになる？あー、ちょっと一回座ろうかって相手は許さない、うん、そうなるとちょっと違うな相手のことは許さない、うん、自分には優しいですから人には厳しいですから、うわ最悪ですね。その点、その点僕は自分もそういうことするかもしれんけれども、相手がそういうことしたら嬉しい、なんでもっとしてついてかしてなるから、そういう優しさあるよね二人とも嫌だじゃあ私ですね、うん、先ほども私言ったんですけど、その指輪っていうのをつけてるつけてないっていうのをあんまり気にしないタイプなので、まずは理由を聞いてみます。理由を聞いて考える、うん、で、そのまあ理由がダメだった時は自分も指輪外す、っていうのはもう遊ぶ宣言みたいな、お互いも指輪じゃしなくていいねって。あらあらあら、だって指輪ってさ、誓いの指輪でさ、二人ともつけてて、うんうんうん、いいよってやつ。そうですよ、うん、片方外してんだったらじゃあ私も外すわってなる。やっぱり、やっぱりもかちゃんって根本なんかちょっと怖いんだね、うん、怖いよね、なんかピリッとするものを持ってるんだ。いやないよ、そんなそっちがそう来るなら私はこうみたいな。で、うん、もう使わないんだったら売ろうっていう、うわ怖い、売って生活費にしようぜ怖いサバサバしてんだかなんだかわからんなこれは。いやもうね、だって使わないわけじゃん、その外してるってことは、うんうん、以上もう売ってお金にしてなんか美味しいもの食べたりとか、ね、私のバッグ買ったりとか、うん、なんかそれ言われると多分男性側としてはいやちょっとじゃ毎日つけるわってなると思うね、うん、逆に怖いから、ごめんってなるかも、怖いから、逆にそのモカさんに外してほしくないからね。なるかね。でなったらじゃあもかさんは外さないわけ。いや指輪ってさ、うん、いる？そもそも逆に怒られる側かもしれんよね。男性と女性の立場逆で。あ、そうかもね。もかちゃんが逆にあんまりつけないパターンかもしれない。私結構多分そういうところ男性目線の方が分かりやすいかもしれない。うん、なんか理解しやすい気がする。それを詰められたらどうするの逆に？え、指輪外してるのなんでって。そうそうそう。え、邪魔だから。うわもう結婚生活が邪魔みたいに言ってんじゃんえ、愛の印よ、証拠でずっとつけとこうねって言ってたものを外してその邪魔だからとか言うの？うん、え、やっぱもうやっぱ形じゃない指輪はめてるってことかな。いや、それはちょっとまた違う、また発動しようとしてるついてるのも違うよ。形は邪魔だけどってことじゃなくて心の指輪とかじゃなくて、でも高い指輪だったらいいかな。いや急に女子やないや分かんないよ。でもその、まあ、指輪ってしたい時としたくない時ってやっぱあると思うんだよ、うんうんうん、アクセサリーってそうじゃん。今日だって私もピアスつけてきてるけど、うんうん、耳から血、あ、耳から血そうそう、ピアス穴からちょっと血が出てきたりとかする時は、うんうんうん、ピアス外したいなって思う。思うやろ。そう、だから指からさ血が出てきたりとかしたらさ、うんうんうん、指輪したくないなって思うじゃんめっちゃサイズ合ってないと思う指輪で血が出る、血出るほどの指輪。そうそう、だから、まあ、そういうしたい時としたくない時って、うん、自分の気持ち、毎日のこの気持ちに、はいはいはい、ね、左右されると思うので、別にそんな決まりを作らない、最初から自由奔放なんだ。愛の形はそれぞれ、それぞれね。結婚はしたいとかはあるわけね、はい、結婚はしたいよ、それは。そこはあるんだ、うん、そこまで奔放ではなかったわけね結婚はさせてくれさすがに。あ、それ逆に強い方だった、うん、結婚はしたいわ。なるほど。けど、まあ、その結婚指輪をするかしないかはその時に決める、うん、相手と。カリア君は結婚願望とかは？結婚しました。ええはい、僕結婚しました。いつ？この放送が終わった頃にはしてますという感じですね。え、
今はまだあれなんですけど、今出してきた、いやいやじゃあ今はまだしてないんですけど、この放送が終わる頃にはもう入籍してますので、うう結婚しましたという報告をこのザ・シュラバというね、じゃあもう本送使っているでしょうこのシュラバっていう、はい、に使わしくないタイトルの番組で、はい、させていただきます。ありがとうございます。おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。いやいや、まあ、10月の後半にしますので、まあ、これちょっと放送少し、うん、遅くしてかなと。すごいな、なんで10月後半にまた、まあ、ちょうど1年ぐらいなので、それはもう自分 の, プロポーズは できたしました。両家の挨拶もしました。早っ。それでそのプロポーズ自体をしたのはいつ7月です。7月ほらやっぱりちょっとさ、なんかさ、なんか間持たせすぎじゃない、やっぱり。誕生日の時じゃない、いや違うな、ちょっと前だね、そのちょっと前。そう、ちょっと一言も言ってくれなかったね。でもさ、言ったじゃん、私たちさ、絶対結婚プロポーズするっしょみたいな、私が言ってたでしょ。僕が佐賀になんか帰るって言った時に、はいはいはい、もかちゃんが絶対結婚やんってだってその連れてくみたいな話だったからね。そう、絶対結婚じゃん、じゃんって言われてドキッとしたけど、ね、僕は満を持してこのラジオで言うみたいなのをやりたかったから、いやいや、いいように言ってるけど今までちょっと我慢。ただの営業マンよおい、ただのっておかしいだろお前。なんかもう星野源とかがリスナーにご報告の感じと一緒じゃん。もうまず最初はラジオで、いや言おうかなと思って、この別にテレビとかなんか舞台あるやつのセリフなんだよな。そう、いやテレビもほらちょいちょい出てるけど、まずはやっぱりこのホームグラウンドで報告しようと思った。よかった。じゃあ結婚指輪するつもりなんですか。はい、もう外しません。おー、もう外しませんって、なんかいや外しません、はい、ね、じゃあ、いや、おめでたいね、おめでとう。あ、はい、ありがとうございます、頑張ります。はい、じゃあここまで話してくれた修羅場なんですけれど、はい、おめでとう、カリア君、まとめお願いします。はい、まとめます。結婚指輪は外すならつけるな、つけるな外すな。あ、もう一回、ごめん、ちょっとね、今間違えた、頭の中で理解できない。もう一回、はい、結婚指輪は外すならつけるな、つけるなら外すな。でるん、はい、なるほどね、つけるなら外すな、うん、なんかもう誓いの言葉になってますね、自分自身今戒めの言葉で、ちょっとね、気持ちがこもってます自分への戒めみたいな。なるほどね、はい、やっぱりそのね、話し合うのが大事ですね。ですね。どうするかっていうのをまず、うんうんうん、喧嘩がないように頑張っていきます。うん、頑張って。頑張ります。はい。さあ、今回のザ・シュラバいかがだったでしょうか。この番組は毎月第1、第3土曜日の夜にポッドキャストにて配信。また第2、第4金曜日、ジミー入江田さんご担当のミュージックエクスプレス内の午後11時に地上波で放送しております。インスタグラム、そして X もやっていますのでチェックしてみてください。ぜひ皆さんの修羅場エピソードお待ちしています。さあ、それではまた次の修羅場でお会いしましょう。お聞きくださりありがとうございました。ありがとうございました。ザ・修羅場、この番組はモルトと自家製フルーツカクテル、松バー、トータルインテリア、ココン、弁護士法人鹿児島中央法律事務所の提供でお送りしました。